私は、川川さんに怒られたら、いや、ちょっと違うなと思っても、はい、はいって、言うタイプ。いい子なんですよ。はい、はいって言うんですよ。はいって。でも、かなこちゃんは、言うからちゃんと、いや、ここはこういう思いでこうしたとか、そう。ここは私はこうだからこう思うとかって言うから、それは本当にすごいなって思う。やっぱさすがリーダーだなって思うよ。ありがとう、ありがとう。あー、ビキニね。ビキニ着たことないんですけど、まだ。ビキニはちょっと憧れますね、やっぱ。何色？シンプルな色が好きなんですけど、うん、基本私服とかは。でもちょっと、なんだろう、上はパステルカラーとか。おー、かわいい、似合いそうだね。挑戦してみたいなと思うんですけど、うん、ちょっと足りないので、ビキニにして捨てるには上物が、そうなので、でもちょっと、でもビキニに憧れはあります。ということで、水着姿もあるかもしれません。あ、どうしよう、あるかも、はい、こんだけうるさいピーチクパーチクうるさい2人をね、どうやってこうコントロールしてきたのか。そうですね、でも2人に関しては怒ったこととか特にないです。やだやだ、怒ったことない。ないですね、うん。待ってください。これだけ言わせてください。メンバーで怒られるとしたら、ここかここなんですよ。なんか言いたいことがあると。おい、かなこ、ちょっと来い。別の部屋に呼ばれます。はいはいはい、お前、どうなってんだと。いや、俺の言ってることわかんのかと。これ、何時間怒られると思います、うん、?1 時間半ぐらいひたすら怒られるんですよ。1時間半ぐらいひたすら怒られるんですよ。私、男だったら、リニとは付き合いたくない。え、なんで？ストーカーされるから。なんでよ、重たい女なんだけどさ、私こう見えて本当に重たいんだよ。すぐ嫉妬するし。リニとは付き合いたくありません。なんで？私は付き合うもん。それこそストーカーするわ。それこそストーカーするわ。怖いよ。怖いよ、はい。たまにすっごい寂しい時あるよね。あるよね。すごい抱きしめてほしい時ある。ある。ねえ、うん、うん、大丈夫。うちは抱きしめ合ってるじゃん。うん。え、私、かなこちゃんの寂しい時なんとなくわかるよ。嘘。うん。なんでそういう時にさ、そっと抱きしめてくれないの？うちらどういう関係だよ、そんな。どんな関係だよ。私はそっと抱きしめてほしい、そういう時。私も、じゃあ、かなこちゃんが寂しそうだなって思った時は、うん、じゃあそっと抱きしめてあげる。ありがとう。メンバーの中で一番おバカなのは誰？この3人の中でですね。3人の中で。え、でも難しいぞ。もう決まりましたよ、これ。では参りましょう。うん、せーの、ドン。かなこ、れにかなこ。はい。なんでよ。本当。いや、なんか昔私たち海外でクアラルンプールってところに行ったんですけど、うんうん、それ聞いて、わ、プール行くんだ、プール行くんだ、どうしようとか言って、すっごいはしゃいでるんですよ。ちなみに今いる福岡県ってどこか分かります？ちょっとそれは分かりますよ。それ失礼です。これ熊本の皆さんごめんなさい。熊本の皆さんごめんなさい。レンのお父さん面白いんですよ。レンのお父さんの話聞いてみたいね。面白くない。お父さんね、変なの。ただでも、かなこ推しだよ。本当に？お父さんかなこ推しだ。本当に、うん、やった。違う、なんか結構なんかいろんなところに行き来して、うん、なんかしおりんとか、うん、かなことか言うんだけど、でも、うん、やっぱかなこだなと。かなこに目が行く理由が分かるよ。何それ。めっちゃかなこに熱く語ってた。本当に？もうレニチ行くじゃん。うん、しよう。じゃあレニパパと一緒にコールするわ。やめて。私レニパパっていうね。いや、かなこちゃんはびっくりしたこと。私びっくりしたこと？うん、でもうちのメンバー変な人ばっかりだからよくびっくりしてる。いや、かなこちゃんも相当変だけどね。いや。え？いやいやいや、じゃあ、うん、高木。出たよ。高木。これ。たまえが。ももたんだったら誰が一番変じゃない？誰が一番変じゃないか、うん、いや、それはさ、まあ、その三人だったら確かにかなこちゃんかもしれないけど、いや、その選択はずるいよ。なんで？その選択肢がずるいよ。失礼じゃん、他の二人に。変って言ってるよ。すごい変って言ってるような感じじゃん。左。サーリンが、やべ2人のことすごい変人みたいに言ってます。やべ。なんでアーリントイレ用なの？なんでアーリントイレしない？じゃあアーリン
リン食べたものどこ行くの？アリン食べたものはお菓子になって出てくるから問題ない。何が出てくるの？何て言った？何が出てくるって？カリンとフルちゃんとかはすごいたまえのことおせっかいババアって呼ぶんだよね。いやそう、おせっかいババアなんですよ。あのババアかよ。はい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 、これ持ってきなみたいな。これも入れて、これも入れてみたいな。そうそうそう、好きだろうね、人の面倒を見るのか、うん、多分そういうとこある。うん、あっちゃんは、うん、家で、うん、なんて呼ばれてますか？あっちゃん。ん？あっちゃん。あっちゃん？あっちゃんか、あーりん。え、お父さんにも？お父さんは、あーりんって呼んでくるね。あーりん？あーりんって。やっぱ、家でも、あーりんなんだね。だって家が最初だもん。あ、そっか。だから、あーりんになるのは必然だったみたいな。なんだよ、ピーちゃん。なに？そうだよ。ピーちゃん。私はね、家でピーって呼ばれてんの。なんで？ピーピーうるさいから。ってことはピーちゃんになるのも、うん、必然だったってこと。怖い。あのうちの最年長高木さんが、うん、結構いろんな人が出てるイベントで、うんうん、いろんな出演者の方とかスタッフさんとかいっぱいいるわけ、うん、でそんな知らない方がいっぱいいる中で高木さんがねいつもの感じなのよ、うん、ねえみたいな、かねちゃんみたいな感じで。外だよ、うん、廊下で、うん、いや、外。野外で、や、あの、野外で。へぇ、うん、で、見るじゃん、みんな。うん、ね、かなちゃんみたいな感じでやってきて、で、ベッドベッドしてきて、え、なんでこっち向いてくれないのみたいな、ね。で、うん、チューしてよみたいなことずっとやってんの。それをね、ほんとにね、10分、15分ぐらいやってきたかな。うん。ね、ちゃんとしようっていう気持ちがないのかな、うん、なんか。どっかに忘れてきちゃったの、ね、そう、置いてきちゃったのと思うの。でもこの間久しぶりにあの空を聞いて、やっぱりグッとくるね。私考えたんだよ、そのそうそう歌詞な。違う、題名。え、あの空へ向かって、知らない？え、あれかなこは、あの空へ向かってっていう題名をつけたの私なの。すごくない？あ、そうなんだ。もうレコーディングした日になんかこの題名まだ決まってないって言われてて、うん、何がいいみたいになった時に、うん、あの空へ向かってがいいって言ったら決まったの。いや、私だってこう寂しいなって思っちゃう時あるよ。めっちゃ受け女子でしょ。ライブ終わりの後の一人部屋は、なんか寂しい。あんなにさっきみんなで盛り上がってたのに、なんか、え、その1時間後に私一人でここで何やってんだろうみたいな。でもさ、実際さ、会いたくて震えることってさ、なくない？わー